京国高久は、江戸時代中期から後期にかけての大名。丹後国峰山藩六代藩主。藩位は、十五位下備前神。京方十四年四月二十四日、峰山藩分家で戦国を領主した旗本、京国高庭の四、男として、江戸にて誕生。陽名は仙之助。漢方元年、五代藩主、京国校長の養子となり、 明和2年8月8日の高町の隠居により、その後を継いで藩主となった。大阪青屋口のカバンや大番頭を務めた後の天明8年、若年寄りに任じられて、関西の改革期の幕政に参与した。このため、峰山藩の藩政は、長男、高祖内が取り仕切ることとなった。関西3年、病気を理由に若年寄りの辞任を求めたが、許されなかった。 峰山藩京国家と同じく半祖で丹後一国を支配した京国高地の子孫で同族に当たる田島国とヨカ藩京国家にいつをこういうを養子に出したことでも知られる文化5年4月20日江戸にて死去し後をこう備えが継いだ享年80方法皇は県特院名誉まれ高久道印母所は京都府京丹後市峰山町吉原の 安泰や松根律寺。多角の官位が美禅神であることや、つ付盗賊改め、長谷川信仮の上司にあたるため、京極美前師の名で、池波翔太郎の時代小説、鬼平犯課長にも登場し、鬼平こと、長谷川平蔵の良き理解者として描かれている。テレビドラマ、鬼平犯課長では、田島義文、平田明彦、中谷昇、橋爪勲夫がそれぞれ演じた。 池波は、長谷川平蔵の立場を理解し、何くれとなく炎上し、かばってくれる理想的な上司として、京極隆久を描いており、平田昭彦の演じた、京極隆久を非常に褒め、江戸時代の殿様らしい、上品の味わいが演技に出ていったと述べている。ただ、このような長谷川平蔵の理解者としての京極、隆久像は、池波の創作の可能性もある。 鬼平犯課長を研究を行い、史実との称号を行っている、西尾忠久は、京極高久は、史実では、長谷川平蔵と対立した、森山高森の側の人物であったのではないか。長谷川平蔵の被護者は、実際には、水谷勝久ではないかと論じている。ありがとうございます。